ドキドキしてる俺今。2022年初最弱王決定戦、空論戦術っていう、こちらのゲームを使って最弱王決定戦をやっていきます。で今回のですね、罰ゲームはペヤング焼きそば僕激辛ファイナルで、これを完食完食、はい、さあまずはトーナメント1回戦は、はい、じゃあ里崎先生対決で、はい、負けちゃったよいしょー。じゃあ高校で、高校、さあ、青崎さん、来い来い、入っちゃった。最弱王決定戦、ファイナル。いや、ちょっとどんなもんか。辛い。これ尋常じゃないぞ。一口で、え、そうだ、完食ってご自身で言いましたからね。食べるの4人のうち1人ですもんね。1人、そうで、これを完食。完食？はい、完食です。尋常じゃない。座って。じゃちょっと、まあ決勝だからね、うん、分かち合ってもらう。じゃちょっと佐藤さんがこれが大げさな意味じゃないかって、ね、はい、匂いそこまでなんだけどな。じゃ食べてみて、早く食べて。痛いんだよ。あ、やばい、これ痛いのよ、まだベロが痛いの。もう横とか行ったらこう上顎粘膜、この麺を舌に一輪も触れた瞬間から痛いの。俺中本の北極とか食べれるのよ、はい、私も中本とか大好きなんですよ、ね、きっとね、旨味はあるんだろうけどそこまでたどり着かないの、もう痛すぎて。痛い、ベロが、舌が痛い。これは尋常じゃないぞ。いいも痛くなってきた。いいもだって俺日本ぐらいしか、やばいよね。ちょっと食べてみて。先生辛いの好きなんで。おお、そんな偉そうに言うんだったらちょっとやってみてよな。そうですね。もうこれ佐藤さんの罰ゲームなのに。ああ辛い、喋ってても辛い。痛い。でも1やもん俺。いやでもそんな言うんだったらちょっとそのフォークで食ってみて。あ、だからあの私たち一口食べるから、じゃ佐藤さん三口ですね。いや。痛い。目が痛い。いいも痛いもん。なんで俺が食べたんやろね。先生、一本でいいと思う。いや、そんな一気にとかはマジ嘘やで、うん、でも匂い嗅いでみて、匂いも普通なのよ。匂いは別にそんなちょっとスパイシーかーっていう、喋れねえ。あ、先生、そんないく？いや、いける。え、でも本気やばいよ。嘘ついてます、絶対辛くない。かわっ、カブは痛い、痛い、続いて、
あ、でもちょっと収まってきた。いや、私まだいない。わ、これで顔めっちゃ赤くなってんで。めっちゃ痛い。これガチっす、これガチっす。じゃあ最後青空くん1本だけ食べてみましょう。ああ、ちょっとそうですね、どんな気になるやろ。いや、めちゃくちゃ気になりますよ。そう、あのね、1本を下の上に乗せただけでも痛いから。じゃあいただきます。もう1本でいいと思う。でもやね、確かにちょっとお腹きそうだね。これマジかです。取りづらいね。俺今日生ではプロ野球ニュース俺完食するって言ってたよ。みんなブズって言ってましたもんね。やめてた先生、汗かいてるじゃん。やばいっすよ、ほんと。あ、もうその時点で聞いてやっぱこれ。じゃあ、佐藤さん、今日生放送なんで、あと一口で許します。まあと一口無理やろ。一口ずつ無限上位なんで、もう一口食べて終わりにしましょう。いやー、これは無理やろ。じゃあ、あと一口でごちそうさまで。ちょっと気がついてない。こんな無理だもん、もう一本にして。ちょっと白いとこ探して、はい、白いとこないよ。じゃあその一本で、これでいいですか。はい。一本に。はい、罰ゲームお疲れ様でした。皆さん、嘘だと思ったら、ちょっとコンビニとか売ってるんで、ペヤングの人申し訳ないですね。全部はちょっと無理です。あの、こう思うんだったら、こう、あの、美味しくいただきましたとか、多分すごほんとごめんなさい。あの、無理です。あの、もし可能だったら皆さん本当にチャレンジしてみてください。皆さんね、私はやばいです。第1回最悪です。すいません。